はい、緊急事態宣言から2週間ですが、国民にメッセージはありますか。はい、緊急事態宣言を発出して以来、国民の皆様には大変なご協力をいただいていることをまず、これから御礼を申し上げたいと、思います。休日も含めて、家からなかなか出れないということをずっと我慢をしていただいている、大変なご負担をおかけをしていただいていると思いますが、大変なご協力をいただいていることを重ねて、御礼を申し上げたいと、思います。最低でも7割、極力8割、人との接触の機会を減らす、こういうご協力をいただいているところでございますが、まだ地域によっては不十分なところもあり、より一層のテレワーク等でご協力をいただきたいと思います。そしてまた、この緊急事態宣言の対象を全国に先週から広げたところでございまして、まさに全都道府県でご協力をいただいているわけでございますが、先週末はだいぶ東京から地方への人の流れもあったというふうに伺っております。いよいよ、ゴールデンウィークも近づいてきたところでございますが、家族だけであってもですね、地方への旅行ということについては控えて、遠出は控えていただきたいと、このように思います。それが全国への感染の拡散につながっていく危険性になると、こう思います。すでに累積で1万人の感染者ということになってしまったのでございますが、医療現場においては大変状況が逼迫をしております。この医療現場の負担を少しでも軽減をしていくため、そして皆さんご自身の健康、命を守るためにも外出は控えていただきたい。最低でも7割、極力8割の人との接触を避けるということにですね、これからもより一層のご協力をお願いをしたいと思います。ありがとうございました。